こんにちは、レイセンです。今日は7月11日水曜日になります。絶食87日目ですね。今時間午前5時35分ってところです。今終わったところですね、アップが。で、天気の方は晴れ、いい天気になっています。睡眠時間は一番、今のところ3時間。ちょっと耳詰まりがまた発生して急に来ましたね。なんか左耳だけちょっと詰まってる感じが、なんかちょっと喋りにくいですけど、深夜0時から3時まで、まあ2時50分ぐらいには起きてたけど、まあ3時で計上します。なんで今のところ3時間睡眠時間ですね。で、今日どうしようかな。絶食、まあ、水なしやるか水だけにするかドリンクだけにするかで考えてて、やっぱりちょっと今日は休憩取りたいですね。まだちょっと早い、心が追いついてないですね。まだちょっと心が嫌がってるんで、今無理するともう拒否反応を示すようになってきちゃうんで、ちょっとそれはまずい。そうするともうなかなか続けるのもあれな、厳しくなってくるんで、うん、やっぱ心が一番大事。心って例えるなら亀みたいなもんなんですよね。動きが割とゆっくりで、なんか衝撃与えると頭引っ込めちゃって殻の中に閉じこもっちゃう、甲羅の中に、うん、でまあしばらく待つと出てくる。で、ゆっくりゆっくりまた歩き始める。その亀の、まあ、歩調に合わせるような感じで一緒に歩いていくといいんですわ。で、あまり刺激は与えない、無理させない、うん、頑張らせないとかですね。なんで、ちょっと今日はドリンク取ります。明日からは、まあ、水だけか水なしかどっちかやりたいなとは思ってますけど、ちょっと明日、まあ、明日になってみないとわからない。そんな感じで、ちょ、母が、セブンイレブンのパイナップル買ってきてくれてたんで、あれ、まあ、ちょっと飲んでみようかな。ちょっとこの間、パイナップルで調子悪くなったんで、なんとも言えないですけれども、ちょっと試しにちょっと飲んでみる。一応、まあ、あるんで。うん、そしたらファミリーマート買いに行こうかなって思ってます。では始めていきます。1回目作っていきます。パイナップルですね、セブンイレブン。これを500、と水、水も一応天然水ですね。里の恵み天然水を250。で、これ飲んでいきます。パイナップルセブンイレブン取っていきます。500ですね。今時間6時半ってところです。これ取ってきます。で、ファミリーマートのアップル取っていきます。今10時20分というところです。飲んでいきます。スタイル1のフルーツミックス取っていきます。今時間11時15分でところです。これ500ですね。これ飲んでいきます。
ファミリーマートのオレンジ取っていきます。あ、今時間が12時、ちょうど12時ですね。いや、飲んでいきます。ファミリーマートのアップルできます。今1時15分ってところですね。これ飲んでいきます。フルーツミックス取っていきます。スタイル1ですね。400これ飲んでいきます。今3時10分です。オレンジジュースファミリーマート取っていきます。500、これで一応買い込んだものは全部もう飲み切っちゃうんだけど、3時、あと水だけでいけたらいいけど、欲しくなったらちょっと追加で買い出していくかもです。そしたら取っていきます。水、天然水取っていきます。250ですね。まあ大体何飲むかな、ちょっと多いかも。はい、これ取っていきます。水取っていきます。天然水ですね。350ぐらいですかね。これ飲んでいきます。今時間7時15分ってところです。またやっちゃいまして、寝ちゃいました。計測時間過ぎちゃって、で今翌日午前2時ってところです。これから体重測定やっていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面ですね。60かなですね。60センチ。血圧測っていきます。103-77です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。いい天気でした。暑い、ちょっと暑かったですね。睡眠時間は5時間半。久しぶりにかなり寝ちゃいましたね。深夜0時から3時までの3時間と、午後9時から10時半までの1時間半、午後11時から深夜0時までの1時間、合わせて 3,4,5 で5時間半ってところです。なんで一気に5時間半ずっと寝たわけじゃなくて、ちょこ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 
まあ、最後は途中で30分ぐらい挟んだだけっていう、ちょっとグダグダしてたらまた寝ちゃったっていうやつですね。これで計測時間過ぎちゃって、翌日の、まあ、今午前2時半だけど、計測午前2時過ぎってところはですね、翌日になっちゃいました、測るのが。でジョギングとウェイトトレーニングはなしです。で飲んだもの、果物ジュースが 3900ml ですね。まあ昨日とそう変わんないですね。昨日3800だったんで、で、水の方が 850ml。 水は昨日1000だったけど、まあ、若干減ったってところですかね。で、尿回数は10回。で色は薄いのからかなり薄いの、あと無色と出てます。無色が多かったかな。で、量は平均的から少し多めってところです。で大便が2回出てます。1回目午前7時20分頃、色黄土色で、極細バナナ状、細いのがシャロシャロシャロっと出てくる感じ。これ 1.5 カップぐらいありました。で柔らかめで匂いはほぼなしってとこです。で大便2回目の方が午後2時40分頃で、同じく色黄土色で下痢、今回は下痢で 100ml ぐらいかなってとこです。匂いはなしですね。で、今日の気づき、まあそんなないんですけど、夜クーラー入れたら睡眠時間が伸びちゃったって、クーラーのせいかどうかはちょっと分かんないんですけど、一応まあ今日夜試しにクーラー入れてみたってとこです。クーラーあんまり好きじゃないんですけどね、好きじゃないんだけど、まあちょっと入れてみたって感じです。そしたら結構快適で寝ちゃった、また寝ちゃった。昨日、その前かな、途中で寝ちゃって計測時間がずれ込んだ日があったと思うんですけど、またやっちゃいましたねっていうところですね。そうですね、9時ぐらい寝て10時半、多分この辺の睡眠時間ちょっと曖昧なところがあるんで、正確かって言われると少し正確ではないかもしれないっていうところですね。一応時計ちょくちょく見てたんで、大体こんなものかなっていうふうなんで、大きくはずれてない気はしますけど、ちょっと分かんない。もう眠たい時のうとうと感とかって、ああいう時の記憶の保存状態って少し曖昧なところはあると思うんで、まあでも、割と絶食してると割と頭冴えるんで、食べてる時よりも冴えるんで、で、まあ10時半ぐらいに1回起きて、でちょっとグダグダやったりしてたかな。グダグダだけど、まあちょっと途中で本読んでたかな。本読む時間とかあったんですね。このうちまた寝ちゃったってやつですね。気がついたら、はって気がついたらもう1時過ぎだったのかな。1時過ぎで、あ、1時過ぎですね。1時過ぎで、その後グダグダやってて2時になっちゃったってところですね。まあこう1時に、ね、1時になっちゃったら、まあ1時でも2時でもいいかみたいな。寝起きだもんで、まあちょっとあんますぐ動きたくないなっていう感じで、でまあスマホのゲームのレベル上げまったりやってた。オートでやれるもんで、ボタン時々2回押すだけでいいっていう、まあ、そんな感じで2時ぐらいになってようやく追い越し上げた。で今日2時頃ですね、2時頃耳かきちょっとしたんですよ。いや、そういえば随分耳かきやってないなと思って、もうどのぐらいやってないのかもう覚えてないぐらいですね。
記憶にないぐらいですね。半年以上やってないのかな、もっとかな、もっとかもしれないですね。全然覚えてない、前にやったのがいつなのか。で、耳かきしたら、あの私雨耳なんですけど、なんかあのすごいねっとりした感じの耳垢が出るっていう雨耳なんですけど、それがカサカサ耳に変わってました。全然雨っぽくないですね。カサ、すごいカサカサしてる。で、耳垢があんまりない、なんか思ったほどない、ゼロではないですけど、まあそれなりに出るは出るんですけど、最初全然出てこなくって、あれ耳垢全然ないよと思ったんだけど、なんかちょっとほじくってたら少し出てきましたね。一応一杯、どうだろう、一杯半ぐらいあるのかな、一杯半か二杯かあるのかな。なんかでもいつも出てくる量とはもう明らかに違うって思ったんで、あれなんか思ったほど出てこないな、少ないな、耳垢がっていうふうに、まあ、思った、そういう印象だったってとこですね。まあゼロではないです、ゼロではない。で、まあカサ、すごいカサカサ耳で取りやすいし気持ちもいいし、そんなところです。で、体重の方が 47.60kg、マイナス 0.55kg の減少なんで半キロ、0.5kg 減った、まあ、このぐらい減ってくれたらいいかなって思うけど、測定時間がだいぶずれ込んでるんで、4時間ずれてるんで、まあ何とも言えないとこですね。で、BMI は 15.0、 マイナス 0.2 の減少です。で、体脂肪率は 5.0 で変化なし。で、血圧の方が 103-77、 まあ大体いつも出てくるところ、まあ同じところでしょう。で、ウエスト 60cm で変化なし。今日 0.5kg 減ってる割に変化ないんですよね。5mm ぐらい減っててもいいかなと思うけど、まあ測り方でちょっとやっぱり若干その辺はずれるんで、まあ、ウエストの一番細いところからまあちょっとずれてたとか、斜めになっちゃってたとかで、5ミリぐらいは簡単に変わっちゃうと思うんで、まあ、この辺はあんまり気にしなくてもいいかなと思ってます。まあ、そんな感じですね今日は。クーラーが結構いい、気持ちいい、まあ、でも今日たくさん寝れたのはなんか大きかったかなと思います。睡眠時間少ないと一応まあ平気なんだけど、なんとなく疲れがちょっとずつ溜まってきてるような、そんな印象があったんで、今日ちょっとそれがまとめてゴーンとね、まあ解消できたのはよかったかなって思っています。そしたら、絶食87日目完了です。それではまた明日。明日は、水なしに挑戦するけど、欲しくなったら水取って、で、さらに欲しくなったらドリンクまた取るかもしれない。まあ、休憩がもうこれ十分かっていうと、ちょっとまだ足りないかなって気がしないでもない。しないでもないけど、もうそろそろやれそうかなっていうふうにも思うんで、一応ちょっと水なしでやってみようかなと思うけど、心はなんかまだちょっとやりたくないよって言ってるような感じですね。なんで途中で取りに行くかもしれないドリンク、あんまり伸ばしたくないんですけどね、ドリンク取る日でも、なんかまだ心がちょっと十分じゃないかなって、これいつまでかかるんだよって気もするんですけどね。まだちょっと十分じゃないかなって気もするんで、わかんない。とりあえずちょっと水なしやってみて、ちょっとやっぱり無理かな、ちょっとドリンク取ろうかなと思ったらドリンク買いに行ってきます。まあ、そんな感じでやります。そしたらまた明日。